はい、どうもこんにちは。こんにちは。パイチチャンネルのパイチです。というわけでですね、はい、今回はですね、ちょっとバックボーンということで、まあ、ダーツプロの、ね、方にいろいろお話を聞いて、まあ、どういう気持ちとか、どういう背景で試合に臨んでいるかっていうのをお伝えしようと思って来ました。勝手無理やりテンションというわけですね、本日のゲストは鈴木翔太プロです。じゃあ簡単に自己紹介、はい、お願いします。はい、ジャパン所属の、鈴木翔太です。福島から来ました。福島県出身で、はい、今年は28です。28歳です。28です。はい、はい、じゃあ今日はちょっとお話をお伺いしたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ちょっとあの、はい、鈴木翔太プロっていうのもちょっとあれなんで、はい、親しみを込めて、はい、いつも通り、はい、翔太くんっていう、そうですね、まあ、やっていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでですね、じゃあまず翔太くんのダーツを始めたきっかけっていうのを、はい、教えてほしいかな。ダーツ始めたきっかけですか。きっかけは、はいはい、なんか地元にあったゲームセンターをよく友達と行ってたんですけど、うん、そのゲームセンターにすごい古い筐体が置いてあって、はいはい、でなんかちょっとやったことないんですけど、はいはい、興味本位でやってみようよっていうことで、まあ、ダーツ持ってないじゃないですか、はい、どうしたらいいかわからないから店員さんに聞きに行ったんですよ、うん、これってどうやってやるんですかって、うん、で店員さんも多分知らない人だったんですかね、うん、あ、まあね、でなんか貸し出しでダーツ貸せますよで、ダーツを貸してくれたんですけど、ああ、僕その時友達3人といたんですよ。あ、3人で3人といて、グラスの中にハウスダーツが4本しか入ってなかったんですよ。で、僕たちは何も違和感を感じず、まあ、分からないんで、はい、で、あ、1人1本で、あと1本予備かぐらいの感じで、で、ダーツを始めたんですよね。あ、1人1本で、1人1本投げると思ってた。それで渡されて、一番初めにやったのがカウントアップだったんですけど、カウントアップ8ラウンドじゃないですか。ああ、なんか一生懸命投げて、まあ、1本しかないんで点数が100ちょっとぐらいしか、100点もいったかな、頑張ったですなんかもう100点いったらすげえみたいな感じになったんですけど、なんかそんなね、ダーツ結構楽しいってなってて、家に帰ったらなんかダーツが置いてあったんですよ、家に。家に、彼のダーツだったら、それは自分のお兄ちゃんのダーツで、あー、で今日初めて俺もやってきたよっていう話をお兄ちゃんと話してたんですけど、うん、なんか何やったのって聞かれたから、カウントアップやったって言って、うん、でカウントアップなんて言ったのって言ったら、100点いったらすごいよねっていう話をしてたら、いや俺この間400点いったよみたいな。で冷静に考えてくださいね、うん、1人1本じゃないですかそうだね、で8ラウンドじゃないですか真ん中当たったら50点じゃないですかそうだね、で、かける8はマックス400点なんです。そうだよね、400点いってよって兄貴やべえってなんですよ全部ブル入ってる、すげえすげえパーフェクトやそれでちょっと連れてってってなって兄貴に連れてってもらったのが、はい、初めのきっかけですね。兄貴に連れてもらって初めて3本投げるもんだって分かった。あ、そうです、そうです、そうです。そっからなんかでもハマりましたよね。でも、はい、で、じゃあさっき自己紹介って言ってたんですけど、出身福島県。はい、福島です。で、今でも埼玉住んで、今埼玉ですね、はい、なんで福島県から埼玉県に来たのか。あ、ダーツのプロをちょっとちゃんとやりたいなと思った時期が急に来て。ダーツのプロを取ったのはいつ。2018年。4年前ぐらいで、その時に最初パーフェクトっていう団体にいたんですけど、その時結構憧れというか尊敬してた選手が西谷ジョージさんだったんですね。ああ、後ろにいるね。そうなんです、はい、西谷ジョージさんに憧れてて、西谷ジョージさんってどこで投げてるんだろうって言ったら、あ、埼玉県で投げてるんだって、うん、ちょっと一緒に投げたいな、一緒に投げたらもっと強くなれるんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっと拠点を変えようって言って思い切ってちょっと引っ越してきて、その当時にそのジョージさんが働いてたお店でたまたま求人募集が出てたんです。あ、フリップロップね。はい、そこに、あ、もうなんなら働いちゃえと思って、まあ、バイト募集応募して、そしたらもうちょっと運よく働かせてもらえて、じゃあ福島県でパーフェクトのプロをまず取って、はい、あ、そうですね、はい、で、まあ
ちょっとちゃんとやりたいというか、本格的にやりたいなと思って、はい、でその求人を知る前に先に埼玉に引っ越してきた。あ、そうですね。じゃあとりあえず埼玉引っ越しかやって、とりあえず埼玉引っ越しかやって、庄司さんが投げたいってなって、はい、来て、あ、そしたら求人あるじゃん、はい、ってなって、じゃあ求人応募して、そうですね、面接の時の庄司さんがちょっと怖かった面接にいたんだ、庄司さん。面接いましたね。西谷庄司いたんだ何しに来たの、君え、何、俺に怒られてんのえ、嘘でしょ、嘘でしょ。いるんだよな、こういうやつみたいな。いるよそうだよね、言いそうだもんね。いや、俺は本当なんです。そりゃそうだよね、だってさ、福島県から来てんだからね、うん、採用してくれたら引っ越してきますとかじゃないんだよ。あ、そうです、ね、もう引っ越してきてる。そうですね。そのさ、行動力もさ、すごいなって思う。普通だってさ、思ってもやらないよ。その熱意がやっぱりすごいよね。おめでとう。僕もあのフリップロップの大宮だったんだけど、それは大宮のデルタかな、はい、ダーツしてたんだけど、はい、でもフリップフロップとちょっとなんか俺的には毛並みが違うお店だった。結局その蓮見さんと、はい、西谷庄司の2大看板が最初にいて、はい、で結構やっぱその上手な人が集まるっていう感じで、俺はもう全然行けなくて、で、ある日に知り合いからね、福島県からダッツを一生懸命やりたいって人が来たんだよ。そうだ、そんな人いるのみたいな。すごいなっていうのがショーだった。そこで知ったんですね。そう、そこで知ったんだけど、まあちゃんと喋るようになったのは本当この最近だよね。お互いなんかこう知ってたけどね。知ってましたね。知ったけど俺のこと嫌いだった。嫌いじゃなくて、嫌いになるほど知らなかったんですけど、あ、なんかちょっと絡んだらやばいっすよね。やばい感じがやばい感じあるよね。やばい感じあるっすよ。やばいっすよ。じゃあその実際に働いて、そうですね、約1年間ですかね。コロナでちょっと、あ、そうだよね、はい、2020年になっちゃったのかな、はい、うん、で、ちょっとその時も1年いたんですけど、なかなかそのダーツもよくうまくもいかなかったんで、一瞬ちょっともう帰ろうって思ってた時あったんですけど、ああ、福島の、はい、その間にコロナの期間中に出会った人たちによくしてもらって、うん、もう一回頑張ろうっていうので。じゃあなんか1年の間になんか得るものっていうのがあったり、まあ得るものはありましたね、はい、すごい、もう考え方はすごい変わりました。それで下にジョージと蓮見秀明って言うんですか。そうですね、ただね、選手ですか。そうね、この2人は、まあ、僕もちょくちょく話させてもらってますけど、はい、考え方結構違うっていうか、ね、両極端、もう真逆だけどプロだよね。そうですね、2人ともね、本当にそれは思う。あんまり怒られちゃったな今後はどのような選手になりたいとか、はい、どう活動していきたいか。活動ですか。抱負というか、まあ、思いというか。とりあえず強くなりたいですよね。もうダーツがもうシンプルに誰にも負けないぐらい。理想はですね、うん、理想は試合で活躍できるようになって、うん、ダーツの自分の技術で有名になってきてるんです。で毎回こう上から線残ってとかで毎回名前を残して、仕事が忙しくない時期に出れる大会も全部出ていこうって今考えてます、ね、うんうんうん、今は昼で、はい、昼別の仕事をしてるっていうことなんだけど、はい、最終的にじゃあ例えば毎回そのベスト16、はい、これでなったら、はい、ダーツ1本で食っていきたいなっていう気持ちは、まあ、理想はそうですよね。もちろんやっぱそう、はい、理想は、はい、というわけなんで、はい、スポンサーお待ちしてますダーツの魅力って何？魅力ですか？ダーツの魅力いろいろあるんですけど、うん、一番最初に気づいた魅力は、うん、やっぱコミュニティができてるんで、うん、ダーツを始めたことによって知り合ったお客さんとか、うん、やっぱりいろんな人と友達になれたりとかすごい増えたんですね、うんうんうん、で今まで絶対普通に生活してたら関わらないだろうなっていう人とも出会えることができたし、あ、よくもあると思う。ね、
なので出会いですかね、はい、ダーツを通じて翔太君は何を人々に伝えたいですか。すごいルールくね、これ。翔太君は活躍してどうなりたい、まあ、もちろんいうことを伝えたいと広めたいのもありますし、うん、大人になって、うん、こんなに熱くなれることってあるんだっていうことを僕は気づいて、はい、本気で悔しくなったり本気で嬉しくなったりっていうのって普通にサラリーマンやってたら味わえないと思うんですけど、それも魅力ですよね。なんだろう、みんな挑戦できるし。そうだよね、はい、年関係ないもんね、そこまでね、はい、じゃあ最後に、はい、視聴者の方にメッセージをお願いします、はい、これからたくさん練習して、たくさん挑戦して少しでもいい成績を残せるように頑張って皆さんに応援していただけるような選手を目指してこれから頑張っていきたいと思ってます。応援よろしくお願いします。行きます。はい、というわけで、はい、そんな感じで、はい、なんかあれだね、 YouTube 初めて初めてじゃあ初めてじゃないいやーけど慣れてはないです。まあそうだよ、はい、今の最後のコメントで10テイクぐらいしてるから、ね、カットしてるけど10テイクぐらいしてるからね、翔太君。はい、では皆様、じゃあ今回第1回目バックボーンということで、はい、ジャパンプロダーツプロの鈴木翔太選手をゲストに迎えてお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後はあれで締めたいと思います。はい、いきますよ、はい、せーの、バイシェー、またね、バイバーイ。最後ふざけてしまった。これ、いいなと思って。